バッカスとアリアドネは、イタリアルネサンス期の巨匠ティツィアーノ・ベチェッリオが1520年から1523年にかけて描いた絵画である。ロンドンのロンドンナショナル・ギャラリー所蔵。この作品は、ギリシア神話の出身リオニュソスとアリアドネを描いた神話画で、ティツィアーノが、フェラーラ公爵・アルフォンソ・デステのために制作した3つの、バッカス・再連作の第2作目にあたる。 第一作は、ビーナスへの冒険であり、最後の作品は、アンドロス島の人々である。アンドロス島の人々序盤にベリーに、神々の祝祭フェラーラ公爵、アルフォンソデステは、姉のイザベラデステを真似て、自らの邸宅の書斎カメリーのダラバストロに絵画を飾ることを企画した。書斎に神話をモチーフとした絵画を何枚も飾るという、アイディアは、 バッカスの勝利の制作を依頼されたラファエロ・サンティが考案したもので、アルフォンソ・デステは絵画の主題をバッカス祭とし、著名な画家たちに絵画制作を依頼した。しかし1520年にラファエロが死去すると完成していた基本計画はティツィアーノに引き継がれることになった。ティツィアーノはすでに完成していたジョバンニ・ニベリーニの神々の祝祭に、 他の作品と一体感を出すために過失し、リツィアーノのバッカス祭3連作、ビーナスへの封建、バッカスとアリアドネ、アンドロス島の人々、ベリーニの神々の祝祭と、ドッソドッシのバッコス祭が、アルフォンソデステの書斎を飾ることとなった。バッカスとアリアドネは古代ローマ時代の詩人カトゥルスと、オィウィデュースの詩文を元にしている。神話によると、 クレタの王女アリアドネはミノタウロスへの犠牲として、クレタに連れて来られた、アテナイの王子テセウスに恋をする。アリアドネは、テセウスの怪物退治を助け、共に、クレタを脱出するが、テセウスはアリアドネを見捨て、ナクソス島に置き去りにしてしまう。アリアドネは嘆くが、そこに二頭の氷が引く戦車に乗ったバッカスが現れて、 アリアドネを妻とし、アリアドネの宝冠を取ってうつろに投げるとそれは、冠座になった。アリアドネ、二頭の豹、黄金の壺と、吠える犬。戦車から飛び降りるバッカス。ラオコーン像グラヘビが絡みついた男とマイナスたち。作品では、テセウスの船はすでに出港した後であり、画面中央左端に小さく描かれている。 海岸で立ち尽くすアリアドネは大騒ぎをしながら、現れた、バッカスの一行に驚くが、アリアドネを見つけたバッカスはチータから彼女を守るために、戦車から飛び降りている。作品のベースとなった、カトゥルスの詩文では、バッカスの戦車を引くのが表であるのに対し、この作品で、チータとなっているのは、公爵が所有していたチータを描いたからだと言われる。一方、アリアドネの訪韓は、 すでに彼女の頭上で白い星座となっており、アリアドネとバッカスの結婚を予告している。この絵画は右上から左下へ斜めの二つの三角形に分割された構成と見ることができる。画面左側は高価なラピスラズリで描かれた穏やかな空で、その中で恋に落ちたバッカスとアリアドネの躍動を表現している。もう一つは、 画面右側の大部分を占めるグリーンとブラウンで描かれた大騒ぎをしている取り巻きの一行である。画面右手前に描かれている蛇に巻きつかれている人物は1506年にローマで発見された古代彫刻ラオコーンゾーグラの影響を受けている。画面左下の半人半獣のサチュロスに吠えかかるキャバリア犬は ティツィアーノの他の多くの作品にも描かれているモチーフで、当時のイタリア王宮で飼育されていたと考えられている。アリアドネの足元にあるティツィアーノのサインが入った黄金の壺は、公爵のコレクションの一つとして、馴染みがあったアンティークの壺かもしれない。バッカスとアリアドネが描かれたカンバスは1500年代に二度登場に丸められ、 その結果この絵画の保存状態に悪影響を及ぼした。19世紀末から絵の具の剥落を防ぐための修復が何度も行われており、最近の、そして最も論争の的になった修復は、1967年から1968年に、ロンドンナショナルギャラリーで行われた修復だった。この修復では、 絵画の表面に塗られていた変色したワニスを除去する時に多くの絵の具が剥離してしまい広範囲にわたっての描き直しを余儀なくされるこの描き直しは画面左側の広々とした空の部分がオリジナルと比べて平坦で淡い色調になっていると美術評論家たちに指摘されたティツヤーノは全体の色調を整えるために絵画表面に 様々な成分を微妙に含んだワニスを塗布しており、そのワニスの除去が、絵画の全体的なバランスを壊したと非難されたので、ある。これに対し、ロンドンナショナルギャラリーは、塗り重ねられたワニスが絵画を茶色に変色させていた、ため除去せざるを得ず、それに伴う絵の具の剥離は不可避なものであったと、反論している。カナダのフォークロックグループのクラッシュテストダミーズのアルバム、 ゴッドシャッフルドヒズフィートのカバーにメンバーの顔がバッカスとアリアドネの人物の顔に痴漢されてこの絵画が使用されている。ありがとうございます。